天台の経典六十巻を読んで、意味の難解なところを僧たちに聞いたりなどして、源氏が寺にとどまっているのを僧たちの善行によって物力で、この人が寺へ使わされたもののように思って、奉仕の名誉であると下級の友柄までも喜んでいた。静かな寺の朝夕に人生を感じては、帰ることがどんなに嫌なことに思われたかもしれないのであるが、紫の女王一人が捨てがたいほだしになって、長く滞留せずに帰ろうとする源氏は、その前に盛んな図経を行った。あるだけの奉仕は無論、その辺の下層民にも物を多く施した。帰っていくときには、寺の前の広場のそこここに、そうした人たちが集まって、涙を流しながら見送っていた。両庵の中の黒い車に乗った喪服姿の源氏は、平勢よりも優れて見えるわけでもないが、美貌に心惹かれない人もなかった。夫人は幾日かのうちに一段ときれいになったように思われた。黄河に落ち着いている中に、源氏の愛を不安がる様子の見えるのが可憐であった。幾人かの人を思ういくつかの反問は外に出て、この人の目につくほどのことであったのであろう。色変わるというような歌を読んできたのではないかと哀れに思って、源氏は常よりも強い愛を夫人に感じた。山から追って帰ったもみじは、庭のに比べると優れて赤くきれいであったから、それを長く何とも手紙を書かないでいることによって、また耐え難い寂しさも感じている源氏は、ただ何でもない贈り物として御所においでになる中宮のところへ持たせてやった。手紙は名部へ書いたのであった。珍しく御所へお入りになりましたことを伺いまして、両宮様、いずれへもご無沙汰しておりますので、その際にも上がってみたかったのですが、しばらく宗教的な勉強をしようとその前から思い立っていまして、
日取りなどを決めていたものですから、失礼いたしました。もみじは、私一人で見ていましては、錦を暗いところへ置いておく気がしてなりませんから、持たせてあげます。よろしい機会に、宮様のお目にかけてください、というのである。実際、珍しいほどに綺麗な紅葉であったから、中宮も喜んで見ておいでになったが、その枝に小さく結んだ手紙が一つついていた。女房たちがそれを見つけ出したとき、宮は、お顔の色も変わって、まだあの心を捨てていない。同情心の深い立派な人格を持ちながら、こうしたことを突発的にする矛盾があの人にある。女房たちも不審を起こすに違いないと、反感を大覚えになって、亀に刺させて、ひさしの間の柱のところへ出しておしまいになった。ただのこと、東宮のお上についてのことなどには、信頼遊ばされることを、丁寧に感情を隠して、告げておよこしになる中宮を、どこまでも、理智だけをお見せになると、源氏は恨んでいた。東宮のお世話は、ことごとく源氏がしていて、それを、今度に限って、冷淡な風にしてみせては、人が、怪しがるだろうと思って、源氏は中宮が御所をお出になる日に言った。まず、帝の方へ伺ったのである。帝はちょうどお暇で、源氏を相手に昔の話、今の話をいろいろ遊ばされた。帝のご要望は、院によく似ておいでになって、それへ縁な分子が幾分加わった懐かしみと、柔らかさに満ちた型で増しますのである。帝も、源氏と同じように、源氏によって、院のことを思い出しになった。内侍頭との関係が、まだ絶えていないことも、帝のお耳に入っていたし、ご自身でお気づきになることもないのではなかったが、それも仕方がない。今、初めて成り立った関係ではなく、自分の知るよりも、
早く源氏の方がその人の常人であったのであるからとおぼしめして、恋愛をするのに最もふさわしい二人であるからやむを得ないとも、お心の中で許しておいでになって、源氏をとがめようなどとは少しもおぼしめさないのである。私分のことで源氏に質問を遊ばしたり、また風流な歌の話を交わしたりするうちに、西宮の下校の式の日のこと、美しい人だったことなども帝は話題に遊ばした。源氏も打ち解けた心持ちになって、野の宮のあけぼのの別れの身に死んだことなども皆お話しした。20日の月がようやく照り出して、夜の趣が面白くなってきた頃、帝は音楽が聴いてみたいような晩だと仰せられた。私は今晩中宮が退出されるそうですから、ご訪問に行ってまいります。院のご遺言を受けたまわっていまして、誰も他にお世話をする人もない方でございますから、親切にして差し上げております。東宮と私どもの関係からもお捨てしておけませんのです。と、源氏は奏上した。院は東宮を自分のことをもって愛するようにと仰せなすったからね。自分はどの兄弟よりも大事に思っているが、目に立つようにしてもと思って自分で控えめにしている。東宮はもう字なども立派な風にお書きになる。すべてのことが平凡な自分の不名誉をあの方が回復してくれるだろうと頼みにしている。それはいろんなことを大人のようになさいますが、まだ何と申してもご用例ですから。源氏は東宮の御勉学などのことについて奏上した後に退出していくとき、皇太后の兄である唐大納言の息子の唐の弁という得意の絶頂にいる若い男は、妹の女房のいる霊芸殿に行く途中で源氏を見かけて、白光火を貫けり、大志おじたりと、感謝の
大師丹が刺客を新郎に放ったとき、その天正を見て不成功を恐れたという証句を当てつけに緩やかに口ずさんだ。源氏は決まり悪く思ったが、咎める必要もなく、そのままそ知らぬ風で言ってしまったのであった。ただいままで御前におりまして、こちらへ上がりますことが進行になりましたと、源氏は中宮に挨拶をした。明るい月夜になった御所の庭を中宮は眺めておいでになって、院が見くらいにおいでになった頃、こうした夜分などには音楽の遊びをおさせになって、自分をお喜ばせになったことなどと、昔の思い出がお心に浮かんで、ここが同じ御所の中であるようにもおぼしめしがたかった。ここの絵に、霧や隔つる雲の上の月をはるかに思いやるかな。これを明部から源氏へお伝えさせになった。宮のお召し物の動く音なども、ほのかであるが、聞こえてくると、源氏は、恨めしさも忘れて、まず、涙が落ちた。月影は、御潮の秋に変わらねど、隔つる霧の辛くもあるかな。霞が花を隔てる作用にも人の心が現れるとか、昔の歌にもあったようでございます。などと源氏は言った。中宮は悲しいお別れの時に、将来のことをいろいろ遠宮へ教えていこうと遊ばすのであるが、深くもお心に入っていないらしいのを哀れにお思いになった。平勢は早くお休みになるのであるが、宮のお帰り遊ばすまで起きていようとおぼしめすらしい。ご自身を残して母宮の行っておしまいになることがお恨めしいようであるが、さすがに無理に引き止めようとも遊ばさないのが親心には
哀れであるに違いなかった。源氏は当の弁の言葉を思うと、人知れぬ昔の秘密も恐ろしくて、内紙の紙にも久しく手紙を書かないでいた。しぐれが降り始めた頃、どう思ったか、内紙の紙の方から、木枯らしの服につけつつ、町島に、おぼつかなさの衣へにけり、こんな歌を送ってきた。ちょうど、物の身にしむ折から出会ったし、どんなに人目を避けてこの手紙が書かれたかを想像しても、恋人の情が嬉しく思われたし、返事をするために使いを待たせて、空紙の入った置き棚の戸を開けて紙を選び出したり、筆を気にしたりして、源氏が書いている返事は、ただごとであるとは、女房たちの目にも見えなかった。相手は誰くらいだろうと、肘や目で語っていた。どんなに苦しい心を申し上げても、お返事がないので、その甲斐のないのに、私の心はすっかりめいり込んでいたのです。愛みずて忍ぶる頃の涙をも、なべての秋のしぐれとやみる。心が通うものでしたなら、通っても来るものでしたなら、空も寂しい色とばかりは見えないでしょう。などと情熱のある文字が連ねられた。こんな風に女の方から源氏を誘い出そうとする手紙は他からも来るが、情のある返事を書くにとどまって、深くは源氏の心にしまないものらしかった。中宮は院のご一周忌をお営みになったのに続いて、また後に
法華経の発行を催されるはずで、いろいろと準備をしておいでになった。11月の初めのご命日に、雪がひどく降った。源氏から中宮へ歌が贈られた。別れにし、今日はくれども、見し人に、生き合うほどを、いつと頼まん。中宮のためにも、お悲しい日で、すぐに返事があった。ながら振る、ほどは売れけど、生きめぐり、今日はそのように、会う心地して、巧みに書こうともしてない字が、画首に飛んだ、気高いものに見えるのも、源氏の思いなしであろう。特色のある、派手な字というのではないが、決して平凡ではないのである。今日だけは恋も忘れて、終日御父の院のために雪の中で仏勤めをして、源氏は暮らしたのである。12月の十幾日に中宮のご発行があった。非常に崇厳な仏事であった。5日の間のどの日にも仏前へ新たに捧げられる経は宝玉の軸に薄物の絹の表紙のものばかりで、外包みの装飾なども極めて精巧なものであった。日常の品にも美しい好みをお忘れにならない方であるから、まして御仏のために遊ばされたことが、人目を驚かすほどのものであったことは、もっともなことである。仏像の装飾、花机の覆いなどの華美さに、極楽世界も、たやすく想像することができた。はじめの日は、中宮の父帝の御菩提のため、次の日は母の妃のため、3日目は院の御菩提のためであって、これは法華経の第5巻の講義のある日であったから、高官たちも現在の宮廷派の人々に寝釈をしていず、数多く列席した。
孔子には、ことに尊い僧が選ばれていて、法華経は、いかにしてえし、たきぎこり、夏み、水くみ、つかえてぞえし、という歌の唱えられる頃からは、特に感動させられることが多かった。仏前に、親王方も、さまざまの捧げ物を持っておいでになったが、源氏の姿が最も優美に見えた。筆者はいつも同じ言葉を繰り返しているようであるが、見るたびに美しさが新しく感じられる人なのであるから、仕方がないのである。最終の日は、中宮ご自身が、御仏に、結合を誓わせられるための供養になっていて、ご自身のご出家のことが、この儀式の場で、仏前に報告されて、誰も誰も、意外の勘に打たれた。兵部教の宮のお心も、源氏の大将の心も慌てた。驚きの道、どの言葉が言い表しえようとも思えない。宮は四季の半ばで石王たちになって、殿中へお入りになった。中宮は固いご決心を兄宮へお告げになって、永山の座主をお招きになって、樹海のことを仰せられた。お辞儀味にあたる与川の僧図が城中に参って、お愚子をお切りするときに、人々の低級の声が宮をうずめた。平凡な老人でさえ、いよいよ出家するのを見ては悲しいものである。まして、何の予告も遊ばさずに、たちまちに脱離の実行をなされたのであるから、兵部教の宮も非常にお悲しみになった。参列していた人々も同情の禁ぜられない中宮のお立場とこの寂しい結末の場を拝して泣く者が多かった。院の王子方は父帝がどれほどご愛嬌をなされたお妃であったかを現状のお気の毒さに比べては皆安全としておいでになった。方々は慰問のご挨拶をなされたのであるが源氏は最後に残った。驚きと悲しみに心も失った気もしたが人目が考えられやっと気を引き立てるようにして
お居間へ行った。落ち着かれずに人々がうろうろしたことや、すすり泣きの声もひとまずやんで、女房は涙を拭きながら、あなたこなたに固まっていた。明るい月が空にあって、雪の光と照り合っている庭を眺めても、院のご在世中のことが目に浮かんできて、耐え難い気のするのを源氏は抑えて、何がご動機になりまして、こんなに突然なご出家を遊ばしたのですか?と挨拶を取り継いでもらった。これはただいま考えついたことではなかったのですが、昨年の悲しみがありましたとき、すぐにそういたしましては、人騒がせにもなりますし、それでまた私自身も取り乱しなどしてはと思いまして、例の妙部がお言葉を伝えたのである。源氏は御簾の中のあらゆる様子を想像して悲しんだ。大勢の女の絹ずれなどから身もだえしながら悲しみを抑えているのがわかるのであった。風が激しく吹いて、御簾の中の薫香の落ち着いた黒芒香の煙も、仏前の名香の匂いも、ほのかに漏れてくるのである。源氏の衣服の香りもそれに混じって、極楽が思われる夜であった。東宮のお使いも来た。お別れの前に、東宮のお言いになった言葉などが、宮のお心に、また新しく蘇ってくることによって、冷静であろうと遊ばすお気持ちも乱れて、お返事のご挨拶を、完全にお与えにならないので、源氏がお言葉を補った。誰も誰も常識を失っていると言ってもよいほど、悲しみに心乱している折からであるから、不用意に
秘密の伺われる恐れのある言葉などは発せられないと源氏は思った。月の住む雲追をかけて慕うとも、この世の闇になおや惑わん。私にはそう思えますが、ご出家のお出来になったお心持ちには敬服いたされますとだけ言って、お居間に女房たちも多い様子であったから、源氏は捨てられた男の悲痛な心持ちを簡単な言葉にして告げることもできなかった。大方の浮きにつけては糸へども、いつかこの世を背き果つべき、立派な信仰を持つようにはいつなれますやら。宮のご挨拶は東宮へのご返事を兼ねたお心らしかった。悲しみに耐えないで源氏は退出した。二条の院へ帰っても、西の隊へは行かずに、自身の居間の方に一人伏しをしたが、眠りうるわけもない。ますます人生が悲しく思われて、自身もそうになろうという心の起こってくるのを、そうしては東宮がおかわいそうであると思い返しもした。せめて母宮だけを最高の地位に置いておけばと院はおぼしめしたのであったが、その地位も好意を持たぬ者の苦しい圧迫のためにお捨てになることになった。天におなりになっては妃としてのご待遇をお受けになることもおできにならないであろうし、その上自分までが東宮のお力になれぬことになってはならないと源氏は思うのである。夜通しこのことを考え抜いて、最後に源氏は中宮のために二層用のご調度、お衣服を作って差し上げる善行をしなければならぬと思って、年内にすべてのものを整えたいと急いだ。王明部もお供をして尼になったのである。この人へも源氏は尼用の品々を送った。こんな場合に立派な詩歌ができてもよいわけであるから、宮の女房の歌などが当時の詳しい記事とともに見出せないのを筆者は残念に思う。
源氏が三条の宮邸をご訪問することも気楽にできるようになり、宮の方でもご自身でお話を遊ばすこともあるようになった。少年の日から思い続けた源氏の恋は、ご出家によって解消されはしなかったが、これ以上にご接近することは源氏として今日考えるべきことではなかったのである。春になった。御所では内縁とか灯火とか続いて華やかなことばかりが行われていたが、中宮は人生の悲哀ばかりを感じておいでになって、御瀬のための仏勤めに励んでおいでになると、頼もしい力もおのずから授けられつつある気も遊ばされたし、源氏の城下から逃れ得られたことにもお喜びがあった。お居間にとなった念頭の室のほかに、新しく建築された御堂が西の隊の前を少し離れたところにあって、そこではまた二層らしい厳重な務めを遊ばされた。源氏が思考した。正月であっても来訪者は稀で、お月役人の幾人だけが寂しい格好をして、力のない風に事務をとっていた。青馬の世知恵であったから、これだけはこの宮へも惹かれてきて、女房たちが見物したのである。高官が幾人となく思考していたようなことは、もう過去の事実になって、それらの人々は宮邸を素通りして、向かい側の現太政大臣邸へ集まっていくのも当然といえば当然であるが、寂しさに似た感じを宮も大声になった。そんなところへ千人の高官にあたるような姿で源氏がわざわざ三河に来たのをご覧になったときは、わけもなく、宮は娯楽類を遊ばした。源氏も、なんとなく身にしむふうに、あたりを眺めていて、しばらくの間は、ものが言えなかった。純然たる、天君のお住まいになって、御簾の縁の色も、貴重も、鈍色であった。そんなものの間から見えるのも、女房たちの薄鈍色の服、黄色な下重ねの袖口などであったが、かえって、縁に上品に見えないこともなかった。
溶けてきた池の薄氷にも、芽を出し染めた柳にも、自然の春だけが見えて、いろいろに源氏の心を痛ましくした。音に聞く松が浦島郷ぞ見る、うべ心ある天は澄みけり、という古歌を口ずさんでいる源氏の様子が美しかった。眺めかる天の住みかと見るからに、まず潮たるる松が浦島、と源氏は言った。今はお座敷の大部分を仏に譲っておいでになって、お今は橋の方へ変えられた住まいであったから、宮の御座と源氏自身の座の近さが覚えられて、ありしよの名残だになき浦島に、立ち寄る波の珍しきかな、と取り次ぎの女房へお教えになるお声も、ほのかに聞こえるのであった。源氏の涙がほろほろとこぼれた。今では人生を悟りきった尼になっている女房たちに、これを見られるのが恥ずかしくて、長くはいず源氏は退出した。春季の管理の樹木の際にも、この宮好きになっている人たちは、当然、得ねばならぬ官も得られず、宮に付与されてある権利で、推薦遊ばされた人々の異界の少女も、そのままに捨て置かれて、不幸を悲しむ人が多かった。天におなりになったことで、妃の見位は消滅して、それとともに、給付もなくなるべきであると法文を解釈して、その口実をつけて、政府のご待遇が変わってきた。宮は予期しておいでになったことで、何の執着もそれに対して持っておいでにならなかったが、お月の役人たちに頼りどころを失った悲しい風の見える時などは、お心にいささかの動揺をお感じにならないこともなかった。しかも自分は犠牲になっても、東宮のご即位に支障を起こさないように祈るべきであると、宮はどんな時にもお考えになっては、先進に仏勤めを遊ばされた。お心の中に人知れぬ恐怖と不安があって、ご自身の信仰によって、その罪の東宮に及ばないことを期しておいでになった。
そうして自ら慰められておいでになったのである。